はい、皆さんこんにちは、丸山真一でございます。今日は6月の15日お昼休みです。今日のワンポイントトークは訪問介護の、まあ、いわゆるヘルパーさんに船橋市が PCR 検査を実施することを検討しているというニュースです。まあ、素晴らしい。新型コロナの最大の特徴は映っていても症状が出ていないために映っていることに気がつかない、気がつかないうちに人に移しちゃう、まあ、これが一番、まあ、大変なね、あの恐ろしいところです。だから症状が出てない人にも PCR 検査をちゃんとやって、症状が出てなくても感染している人、そういう人を発見して保護をして移らないようにしていく、これが原則です。でみんながPCR 検査をやるべきだ、やるべきだってこうやって多くの方々に PCR 検査がやられるようになりました。船橋市でも高齢者の入所施設、そういうところでは職員を対象に2週間に1遍、できるように やるようになりました。通所のデイサービスなどでも職員対象に始まっています。私はやっぱりでも2週間に1度じゃ間隔が空きすぎなので1週間に1度にするべきだ。それから入所者の方々、職員だけじゃなくてですね、そういう人にもやるべきだと主張しています。で先日、告示の日13日の夜、青年会議所の皆さんが主催してくれてネットで市長候補の討論会がありました。その時にそういう話をしたら現職の市長が訪問介護のヘルパーさんにも、PCR 検査を検討しているというふうに言いました。私の方からヘルパーさんはやってないじゃないかってこういうふうに言った、それに対する回答でした。ね、こうやって私たち市民の声が行政を動かして徐々に徐々に言った方向に進んできております。さらにこれを進めてもう絶対にコロナではなくなる人を出さない、そのために頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。